はい、こんにちは。い、えー、2020年6月3日、えー、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療、えー、第20回となります。本日は HIV、エイズウイルスについて学びたいと思います。私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の浅倉と申します。市議としての新型コロナ、船橋市の新型コロナ対応の発信は浅倉みきある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。 実は船橋では本日まで22日間連続陽性ゼロとなっておりますので、この状態が続くことを願っております。そして昨日、船橋市立中学校、本日船橋市立小学校の入学式が無事に行われ、まあ、この状態であの学校が順調に進むことを願っております。さて、えーと、この講座ではこの5点のポイントでやっていこうと思うんですけど、あの 本日は、えー、HIV のことをやろうと思いますで、えっと。実はコロナウイルスも一本差 RNA ウイルス、そしてインフルエンザも一本差 RNA ウイルスです。でえっとえー、ちょっとプラス差とマイナス差という差があるんですけど、一本差 RNA という点では一緒ですで。実はその一本差 RNA の中にレトロウイルスというグループがありまして、えー、このレトロウイルスというグループの中の典型例として、えー、HIV というのがです、ね H、AIDS ウイルスがあります。 でこの特徴を見ていきたいと思います。でえっと、まずあの、ウイルスは人の体自身の中の,あの仕組みを乗っ取って増殖するということで、まあ、人の体の仕組みを確認しておきますと、遺伝子 DNA を転写、まあ、複製をしてコピーをすると,とともに、その情報を転写してメッセンジャーレーンにして、それでできたタンパク質をいろいろ生命活動に利用している、これが人の細胞です。これに対して でウイルスはこれを乗っ取るわけですが、その RNA ウイルスというのは、RNA を持って持ち込みますので、ここの人の DNA があるところは、まあ、直接はかんあの関わらなくてもいいはずなので、えっと、一般の RNA ウイルス、多数の RNA ウイルスは、ここの核を素通りして細胞質だけで増えていくんですね、ここだけ乗っ取ればいいので。 えところが、インフルエンザの場合には、ちょっとあの核の中に侵入するということをやってるんですが、本質的には、場所をちょっと核に移動させただけで、やってることは、あの本体の DNA に、人の本体の DNA には関与してない、ところが本日お話しするレトロウイルスグループは、HIV も含む。 あのこの逆転者酵素とやせてなんと人の DNA の中にウイルスをコピーした DNA を潜り込ませるんですねということをしておりますでそのことを学んでいきたいと思うんですがまずその前に HIV の歴史とあの起源について学んでおきあの説明しておきたいと思いますで HIV はやはり人種共通感染症でありましてえっ、ー、とまああのシミリアン、えー あのイムのデフィジエンシウイルスとサル、免疫不全ウイルスが1900年代の初頭に人に感染したというふうに考えられております。えさて、その後、あのー、大規模な、あのーまあ、発生はなくて、まあひまあ、あの人の世界に侵入したんだけどそれが問題になってくるのは1980年代のアメリカです。 明らかになったと。エイズのアクアイアードイメノデフィスエンシーシンドロームということで、後天性免疫不全症候群というんですが、免疫が不全になると、後天性というのは、もともと先天的に免疫が不全の症候群というのがあるんですが、えーまあ、その感染によって免疫不全になるということですね。で免疫不全というのは何かというと、人の、えー、他の疾病から、他の、まあ、ウイルスや、えー、細菌から の防衛をしてるる免疫細胞があるんですでこれはまた後に、えー、あのお話しする機会があると思うんですが、ヘルパー T 細胞とかマクロファージに侵入し、免疫機能を停止させます。で特にヘル,このヘルパー T 細胞というのが、人の免疫系のトップなんですね。一番の総元締めなところに侵入してしまって、それを機能を停止させると、日和み感染というのを起こすんです。で日和み感染というのはオポチニスティックインフェクションはどういうことかというと、 普段私たちの体の中に常在菌といいましてあの、まあ、住んではいるけれど、その特に、えー、免疫系のパトロールが効いていると、そんなに増殖せずに、まあ、静かに住んでいるグループがいるんですね、常在菌。で、その、えー、グループが免疫系が弱まったことで、普段はかかるはずのない、あのその常在、常、ま、在、あ、している細菌たちなやウイルスなどによる疾病にかかる、これが日和耳感染です。 でこれがこの免疫不全の恐ろしい、まあ、非常に怖いところですね。さて、歴史を語ると、こう、きりがないし、こう、非常に深い世界があるんですが、また別の機会にしまして、簡単にだけ言っておきます。1980年代、男性同和性愛者へと、まあ、血友病生産業が強調されました。で特に、そのことで、 エイ,ズエイズというのは当時非常にあのもう不治の病と言われていましたので、その不治の病を引き起こす人たちが敬遠されて差別されたという歴史がありますで。これが後の感染症予防法における差別をできるだけなくしていこうというはすあの、まあ、流れにつながっていくんですね。しかし、まあ、今でもこの,継続、まあ、この疾病はずっとありまして、今での感染経路は性的感染、血液感染、母子感染ということが分かっておりまして、 すべ、まあ、ての人がなりうる疾病ですねこう、特定の人ということではなくて、えそして、えっと、早期発見とカクテル療法が、これ、後で説明します、えー。で、日本では対処されてしかし、全世界的には3300万人が感染者であり、毎年200人が亡くなっているという、今でも大きな問題です。さて、関連して感染症対策の歴史ということですが、伝染病予防法、来予防法、これ、ハンセン病ですね、ハンセン病の予防法と、エイズ予防法というのは、 残念ながら特に来予防法がひどかったわけですけどその治療よりもその隔離とかその排除ですね、まああのえー、感染した人を社会から排除していくと、まあ、隔離していくという発想の方が強くて人権的に非常に問題があったということで、えー、これが薬害図の運動の時にやはりこういう差別の問題が起こったことも問題にされまして、えー、それが整理されて感染症の予防および感染 者の患者の治療に対する法律という形で、やはり、えー、その差別ではなくて、治療と予防ということに力点を置いておくという話に、えーまあ、国がまとまっていくんですね。さて、この過程では実は非常に大きな出来事がありまして、えー、5000人の血友病患者のうち2000人が、HIV に感染さ刺さ,されてしまったんですが、それはアメリカで、えーあの アメリカから輸入した非加熱化血液製剤の中に HIV が混入していたとで、これはアメリカでは禁止されたにもかかわらず、日本が輸入を続けたとで、その責任問題はということで、まあ、当時の菅厚生大臣が謝罪するという、えーまあまあ、ここ私、ここの運動に直接関わったんで、ここを語れば、ちょっときあのた,いたくさんのことがあるんですが、そういう大変な。 患者の苦しみとと,ともに和解が行われ、そしてエイズ治療研究センター、86の拠点病院という病院体制が整えられていくということになります。さて、それでは HIV の感染と増殖について見ていきたいと思うんですが、HIV はこれですね、でこれで、えー、っとヘルパー T 細胞、あとここ書き忘れたんですけど、マクロファージに対して CD4 というものを、えー、あの発現してるんですね。 でこの CD4 のところとか、ケモカインレセプターというものに貼り付いて侵入します。吸着して細胞膜融合して侵入して、このカプシドというやすを脱ぎます。で脱ぎますと、この中に RNA が入っているんですね、RNA ウイルスですかで、この RNA を逆転写をし、DNA にし、その,の DNA にインテグラーゼというものが両端に貼り付いて、核内に移行します。 で核内にこうして人の DNA、この点線で書いてある人の DNA の中になんとインテグラーゼがそれを切り,切り出して、ここに貼り付けちゃうんですね。貼り付けちゃいます。ウイルスの由来の DNA を貼り付けましでそうすると、これがプロウイルスという形で人の DNA の中にあ、まあ、その挟まれて、そのまま存在する形なんですね。これ、潜伏器と言ってます。でその潜伏機を経た後で、えー、これがしばらく、あの何らかの原因で、 転写が始まるんですね。そして RNA を、えまあ、こっからまあ転写した RNA を作って、え、プロテインの、タンパク質の全く体を作り、それをプロセッシングということで、プロテアーゼとやって、小さなタンパク質に分解して、部品にしていくと。と、同時にこれをコピーした RNA を作って、RNA とタンパクができたので、それで再集合して脱出していくという流れです。さて、 えそれで、えっと、この HIV の構造をもう少し大きく見てみますと、こういう形になっております。エンベロープという質の膜に包まれていることは、これまでのウイルスと、えー、まあ一緒ですね。そして、その先端に、えっと、突起状のタンパクがあります。えー、サーフェースプロテイン、えー、こう表面タンパクというのと、トランスメンブレンプロテイン、膜貫通タンパクというのがあって、まあ、これがあの表面タンパクとしてあります。そして、その内側に、 この、まあ、こっちかギ、ギャグタンパクというのが、群というのがあるんですね。これ、MA というこのエンベロープの膜の内側に存在するタンパクと、それから、キャプシドタンパク、これ CA という、この RNA の周りを取り囲んでいるタンパク、そして RNA 自身に張り付いている NC、ヌクレオカプシドというタンパクがありまして、このタンパクが、 逆タンパクとしてある。あと、プロタンパクというのがありまして、えこれは、あのー、まあえー、プロテアーゼという後で説明する、えー、ものに関係するタンパクがあります。それから、えー、これが非常に重要なんですけど、リバーストランスクリプターゼ、逆転者構想とインテグラーゼという、あのー、独特のタンパクがあります。で、これ4つのタンパク群、えー、塩部タンパク群、プロタンパク群、ギャグタンパク群、 これはタンパク群じゃなくて、1つのタンパクに指定されるわけですけど、これ3つのタンパクこれはもう2つのタンパクの集合体として遺伝子を持ってるんです。さて、それで、えっと、DNA ポリメラーゼと RNA ポリメラーゼ、この前、の他のウイルスの時にご説明したんですが、私たちの体は DNA をコピーしながら、その情報をメッセンジャーに沿ってタンパクにしていくという流れがあります。 でこれは人の細胞もやってるんですが、ウイルスだけがやってる行為は、え今日出てくるこの RNA から DNA を逆転写するという酵素ですね、それと RNA から RNA をコピーするという酵素も、えっと、これがウイルスだけやってる。でこれに狙いをあの、コロナウイルスの場合にはこれを,、えー、これを使ってるんです。で今日やる HIV の場合にはこれを使ってますということですね。 さて、それでは HIV の遺伝子について、もう少し詳しく見ていきたいと思うんですが、HIV の遺伝子は、あの実は、これがウイルスの遺伝子ですね。でウイルスの遺伝子ですで。そのウイルスの遺伝子に、さっき言ったギャグ群とポル群と、それから塩分群、まあ,むあの、タンパクの群れというか、結合体え、いくつかのタンパクになるものが、群れとして存在している遺伝子があるんですね。それとプロテアーゼというのがありまして、 えっと、これを、えっと、ウイルスの RNA を一旦 DNA にここです、ね、逆転写するんです。で、これをプロウイルスという形で核の中に潜り込ませて眠らせるとで、ある種の刺激が来ると発現しまして、またこれがウイルス RNA になります。トランンスクリプションですねそして えっと、今度は、これが翻訳の流れですけど、タンパクになるときに、こういうそれぞれのタンパクになります。ただ、実はこれあの、一気にこうなるわけじゃなくて、まずあのタンパクの群れになって、その後この、えー、それぞれを切断するんですね、タンパク群を切断していきます。はい、それで、えー、そこの仕組みを、えー、相当研究、理解した上で、今、抗 HIV 薬というのが。 考えられれててておおりりままして実用化されております日本で HIV に感染した場合には、この、えー、抗 HIV 薬が基本的に治療が受けられる形になっております。で、私の友人で、あのまあえー、と川田隆平さんという、まあ、国会議員の方、いろいろあるんですけど、彼は、えー、1995年の薬害図の運動のに中心だった人で、あのまあ、この、ね、彼の貢献もあって、えー、先ほど言った、 エイズの対する医療の流れができたんですけどあのー、今でもこのカクテル療法やられてえ銀、ー、として活躍されておりますのでこれが受けられれば進行を止めてあのー、まあ防ぐことができる状態になっておりますさて、えー、昔のように不治の病ということではなくなっておりますさて、えー、これなんですけどど,どこを狙うかということなんですけどこ,ここに なんかこういうマークがありますこれ。これ実は生物学とか医療でよく使うマークなんですけど、これ止めるという意味です。これ止める。この流れを止めるということですね。えー、つまり侵入を阻害する薬と、それからこの逆転者を阻害する、えー、薬と、それから、えー、このインテグラーゼ、DNA、えー、を作り出した、逆転者で作り出した DNA を核内に移行させて、えー、人の DNA に潜り込ませるというのは、これ これとこれってウイルス独特ですよねあの。だから私たちの体でこれをやってないので、ここを邪魔する薬を作っても、私たちの体には有害ではないということで、まあえー、ウイルス独特、選択的に働くという薬剤です。そしてもう一つ考えられているのが、先ほど言った、えー、プロテイン全体を作った後にとに、えーまあ、バラバラに分割して書く。 まあ、プロテイン、各タンパクを作るので、ここのプロテアーゼ阻害剤というのが、まあ、考えられております。さて、この、えー、HIV の治療薬、隔離された治療薬、でこれ、1、えっと、つの治療だけではなくて、まあ、多角度からすべてのところをストップさせるという多剤併用療法、まあ、カクテルのようにたくさんの薬を飲むので、カクテル療法と言われているんですが、これをやることによって、非常に今、あの えーまあ、あの長生きが、えーそのまあ、不治の病ということじゃなくて、継続的に生き,生きることができるようになっているんです。さて、最後にコロナウイルスの話に行きます。で、コロナウイルスがまだ予断を許さない状態で、特に急性期、この、えー、発症から急性期に至る、えー、そして急性期に至った時の進展が早いので、 あの簡単ではないんですが、今考えられている治療薬がこれということで、この中に立って、プロテアーゼ阻害というのがありますね、これ実はまだ実用化段階まで至ってないんですが、こ,これはさっき言ったように、えー、ウイルスがまず部品となるタンパクを、えー、集合体として作った後に、こう、 切り刻んで部品にして、各部品にしていくんですね。で、それを阻害するというのは HIV で確立されている、えー、プロテアーズ阻害剤という発想を、まあ、コロナでもできないかというような発想でやってるということで、あとこれは、まあ、RNA から RNA に、えーあのまあ、コピーするという、これはウイルス独特。ウイルス独特のプロセスを狙うという発想はこ,これと一緒ですね。ウイルスにしかないインテグリンと、えー、それから えとこの逆転車構想を狙い撃ちして、えー、薬剤を開発するというのは、まあ、だから、ウイルスのた、えー、抗ウイルスの薬剤開発は、まあえー、同じような、えー、プロセスを、似たようなプロセスを狙っているということをあのご理解いただければと思います。はいということで、えー、本日はこの HIV ですね、核の中に移行して眠っていると。 でしばらく眠ってるんですね。これ,あのでこれがいつ発現するかというのは、まあ、ちょっとその,、えー、その発現の仕組みがよく分かっていないと。で、このウイルスの、えー、プロウイルスを、えー、核の中に眠らせるという仕組みは、実は、 これさらにあの深い話につながっていくんですけど、私たちの遺伝子の中にすでに過去にこの形で埋め込まれて、ウイルスが持ち込んで眠って、実はそのままウイルスとしてではなくて、人の遺伝子になったグループがあるんですね。まあ、例えば、胎盤を作る遺伝子、シンシチンっていうのも、まあ、昔ウイルスが持ち込んで、シンシチンが私たちの遺伝子の中に定着して、ウイルスとして増殖することはなくなって、 むしろ胎盤を形成するという、人にとって非常に重要な働きをしてくれているという流れになっているので、このレトロウイルス、レトロウイルスのはちょっと言い忘れましたが、リバーストランスクリプターゼと逆転者,逆転者のことを、これですね、リボストランスクリプターゼと逆転者酵素のことを、これを訳すとレトロに見えるんですね、レトロ。で、そうすると、逆転者酵素を使う RNA の中のウイルスごとを特にレトロウイルスと言っているんですレトロというのは古いことを好むということじゃなくて、逆転車構想を使いますよという意味の言葉で、そのエレトロウイルスグループの中の代表が、まあ、あの1つがこれ、HIV がにもあるんですが、それはまたせあのちょっと詳しくなるので説明は省略しますけど、このエレトロウイルスの代表選手が本日話した HIV であるということですね、はい。ご清聴ありがとうございました。